はい、ゾエパートナーズの森です。今回はですね、お手入れはですね、もう小さい時からね、結構もう最初の頃からね、大きくなる前から始めた方がいいよというようなね、感じのお話をいたします。大体はですね、大体なのかな、ちょっとごめんなさいね、適当に言っちゃいましたね。ですね、家をね、例えばもう買ったり借りたりね、した時にね、新築とかでね、建て売りとかでもね、まあ大体まあまあまあ、それなりのね、苗木みたいな感じでね、ひょろーんとした感じの時からね、植わってるっていうことが多いんじゃないかなと。まあ中古のね、家とか買ったりするとね、木ね、もうすでに伐採されてたよみたいな感じでね、新しく自分でね、木植えましたよとかね、そんな感じのことはね、結構多いんじゃないかなと思います。そっちの方が多いんじゃないかなってね、思うんですけど、どうなんですかね、すいません、そう思ってたんですけれども、それでですね、まあ、要するに大きくなってからお手入れを考えるよりは、小さいうちからね、そのお手入れのことについて考えていった方がいいよねっていうようなね、感じのお話をいたします。チャンネル登録前ですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでね、早速話していくんですけれども、今日ですね、撮影してる今日なんですけれども、あのね、千葉県ね、暑くてね、ごめんなさい、関東圏内だとね、一番涼しいんじゃないかなっていうのがね、千葉県なんですけれども、他の県ね、今日ね、なんか40度行くよって言ってね、埼玉とか群馬とかね、なんか言ってたんですけれどもね、千葉県はね、37度とかね、35度とかね、なんかそんな感じでね、私が住んでいるところもですね、今日も漏れなく暑いというようなね、感じなんですけれどもね。で、ちょっと窓開けててね、この間ですね、あのコメントでね、あの子供の声が聞こえたんですけども、気のせいですかってコメント来たんですけれどもね。気のせいじゃないんですよ、今ね、夏休みでね、あの子供たちがね、ごめんなさい、みんないてね、で、今僕ここがいる部屋2階なんですけど、下にみんないてね、で、2階にはみんな来ないんでね、あの声だけ階段伝いでね、叫んでね、走り回ってるんでね、聞こえてくるというようなね、感じでね、ごめんなさい、余計な話がね、長かったですね、すみません。で、ですね、剪定はですね、大きくなる前から始めた方がいいよっていうようなね、感じのお話なんですけれども、これの絵ね、ちょっと、見ていただきたいんですけども、苗木の時にあった枝っていうのはですね、少しずつね、あの減っていくっていうような感じになるんですよ。っていうのも、その要するに出てきた、その最初の芽、ね、地面から出てきて、その面のところにこう枝がね、耐性なのか、誤性なのか、輪性なのか、まあいろいろね、出方はあるんですけれども、まあとにかく枝がピュンって出た、そこがね、地面のからね、もうこのぐらいのところからね、出てたよ。それがですね、一生残ってたらね、もうこの辺ぐらいから枝がもうこんななってるよっていうね、状態になっていきますよという木、見たことありますか？ないですよね、というようなね、感じなんですよ。ある程度になったらね、やっぱりその一番最初の方に出てきた枝っていうのはですね、だん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 なくなっていくという風な感じなんですよ。ただね、残る枝の位置は変わらないよっていうようなね、感じのお話をですね、以前ね、したんですけれども、見てらっしゃらない方ね、そちら見ていただければなというような感じです。これね、まあ絵もね、だいたい1メートルぐらいでね、こんな感じになるとですね、まあ未来ね、だんだん太くなっていってね、まあ結構極端に太くね、絵では描いたんですけれども、まあこんな感じでね、太くなって1メートルぐらいの時になったらね、この下の方のね、枝っていうのはね、だん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 となくなっていくもんなんだよ、というようなね、感じのお話になります。木が大きくなってから剪定するとですね、結構デメリットが多いんですよ。この辺のこともね、絡んでくるというようなね、感じのお話になります。で、木が大きくなってからお手入れを考えた時のデメリットっていうのはですね、強く切らなければいけなくなる可能性が高いよねっていうようなね、感じのことになってます。大きくなったから切ろうっていう風な感じの発想になってますんで、基本的にはですね、サイズをですね、直すっていうような感じのね、こう頭でいるはずなんですよ。ということは、強く切らなければいけないよというような感じになります。強く切るとですね、いけないよっていう話ね。結構ね、いつもしてるんですけれども、まあ、実際ですね、実際のところを言うとですね、いけないんですけれども、やらざるを得ないっていうような感じのことの方が多いと。ただし、木はですね、ストレスがかかったりとか、あとはですね、まあ植木屋さんに頼んだり自分でやったりしたとしてもですね、時間がね、かなりかかっちゃうよっていうような感じになります。そうするとね、お金も時間もかかってね、ストレスがかかっちゃって木がね、一部枯れちゃうよっていうような感じのこともあったりとかね、まあ強く切るのメリットっていうのはね、なくてですね、要するに小さい時から切り続けていればですね、ある程度のサイズ感で保てるのにもかかわらず、切らないでおいたから大きくなって下の枝がなくなっていって、はて困ったというようなね、感じのことになっちゃって、強く切らざるを得なくなっちゃうよねというような感じのお話なんですよ。で、そうするとですね、サイズね、変えるとね、まあ極端に変えたんですけれども、見た目がね、こういう風に悪くなっちゃうよっていうことね、結構あるんですよ。でもこれね、
しょうがないです。ある程度もうやっぱりね、どんなにプロが切ってもね、元々の太さ、太くなったものをですね、細くすることはできないんですよ。要するに新しく出てきた枝に、そっちの方のね枝をメインにするっていうような感じで切るのを切り返して、そっちをメインにしますっていうような感じにするんですよ。そうするとね、ここまでこの太さだったけれども、そっから出てるね太さのものはやっぱりね、それよりも少し少なからですね、ちょっと合ってない枝が出てきちゃうわけですよ。強く切ってるから。で、それ育てたとて、そっちの方の太さはどん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 太くなるけれども、ここがね、追いつくっていうことは基本的にはないわけですよ。で、そうなると絵のような感じでね、ずーっとなっちゃうと。いうようなね感じになります。もちろん葉っぱがね基本的にはね、大体ついている、大体ついているってなんだっていう話なんですけれども、今ねごめんなさい、撮影してる時期ではねほとんどの木がね、葉っぱがついているんじゃないかというような感じです。もちろん落葉樹だったらね、落葉しちゃったらね枝がねこう丸見えになっちゃいますんでね、ああなるほどこんな感じだったんだなっていうのがね分かっちゃうよというようなね、感じになっちゃいますんでね。まあ見た目がね、それによってね、強く切ったことによって見た目良くなるよねっていうことは基本的にはないというふうな感じになります。ある程度のサイズになる、これもですねやっぱり結局ですね、最初の頃から切っていなかったせいでですね、下の方の枝っていうのはだん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 となくなっていくんですよ。だからそうするとある程度のサイズ感でしか保てないんですよ。なぜなら枝がないから。枝がないところで切るとですね、かなりのストレスがかかって、木によってはですねもうそのまま一気にね枯れちゃうよっていうようなね感じの木も存在しています。それはですね、針葉樹系の木はねほとんどそうなんじゃないかというような感じですね。ですけれども、その常緑樹だったらじゃあいいのか、落葉樹だったらいいのかっていうことではなくて、それもですね、ものによってね、切られるのに基本的に弱いよっていう木もね、結構存在してるんですよ。まあ、例えば、金木犀みたいなのとかね、ああいうのとかかなり強いんで、切ってね、その直せますよみたいな話もね、するんですけれども、まあ、それ実際ね、実務的にはね、結構やったりするんですけれども、まあ、本当にね、これがいいことなのかっていうのは多分、やってらっしゃるね、植木屋さん、庭師さんもね、感じながら、やらざるを得ない状態でやってるというようなね。で、自然に見えるようにできる限り、こういうね、これ絵で描いたような風にならないようにやってると。それが腕の見せ所みたいなね、感じになっちゃってるというようなことなんですよ。ただ、でもね、考えてみるとですね、一番最初に植えた時からですね、このね、1メートル、一番最初のね、このね、絵で言うとね、この一番上のね、右側からこうなってますね。ごめんなさい、同じの見てるんですね、これね。こっち側のね、こっち側の、こうなるから、こっち側の絵ですよね。こっち側の絵でね、この状態からですね、お手入れをですね、毎年続けていればですね、このぐらいのサイズ感でかなりの年数保つということができるんですよ。これですね、お手入れしてるからこう保てるわけですよ。要するに、大きくなっていっちゃうとですね、幹も太くなるにつれてね、その、要するに木陰になっちゃいますから、下の方の枝って。だから、なくなっていくんですよ。で、下の方の枝がなくなるとですね、出にくいんですよ。そういう話もね、以前ね、したんじゃないかなと思うんですけれどもね、ごめんなさい。ちょっとね、いろんな話しすぎてですね、ちょこちょことはしてるんですよ。ただその話だけでね、はしてなかったかもしれないんですけれども、とにかくですね、上の方の枝はですね、どん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 出てくるのにもかかわらず、下の方の枝っていうのはね、だん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 となくなっていくっていうのは普通のことになります。だから、ね、早めの段階からね、お手入れするっていうのを検討していただけたらいいんじゃないかというふうな感じです。木はですね、必ず大きくなっていくんですよ。その大きくなっていくのをいかに大きくしないで保てるかっていうのは、多分庭木、お庭を持っている人がね、その要するに考えることだと思うんですよね。で、そのためにはですね、ある程度のサイズ感になるのを待つのではなくて、今すぐにずっと切っていった方が見た目も悪くなりにくいですし、木にとってのストレスっていうところもかかりにくくなりますし、いろんな面でいいですよっていうような感じのお話なんですね。木はですね、花や枝、環境に合わせて切ってあげてくださいねっていうのが、大体ね、いいんじゃないかというふうな感じで言われています。これですね、要するに、大きくなってからズバンって切ったら、やっぱ見た目も悪いですし、環境にも合ってないですし、お花なくなっちゃいますよ、いいですか？実もつきにくくなりますよ、いいですか？下の枝あんまりないから、もう本当になんかこういう感じになっちゃいますよみたいなね。キノコですか？これは何ですか？みたいなね、感じに仕立てられているですね、コニファーみたいな。ね、仕立ててるのかね、見るんですけれどもね、あれ見るとね、悲しい気持ちに、ね、なっちゃうという風な感じなんです。だからこそ小さい時から切るとですね、見た目も変になりにくいですし、木にもストレスを与えにくいという風な、ね、感じのメリットがあります。で、小さい時からやってるとですね、一番最後書いたんですけれども、手間も全然かかんないんですよ。しかも手入れも早くできます。
そしてですね、木を切るっていうことに慣れていきます。だから今ですね、このね、チャンネル見ていただいている方のですね、年齢層って見れるんですけれども、ほとんどのですね、ですね、年齢がですね、なんとね、65歳以上の方がね、見ていらっしゃるというふうな感じですね。65歳以上の方ね、ぜひとも手を挙げていただいてね、コメント欄に私は80歳書いておいていただければね、ありがとうございますというふうな感じでね、あ、いつもごめんなさい、コメントいただきましてありがとうございます。励みになっております。というような感じぐらいですね、年齢層が高い方が見ているということはですね、ある程度の木にもうなっちゃってるっていう可能性が極めて高いんですよ。見てる方のそのね、層で言うとね。でも最近はですね、結構ね、20代30代40代ぐらいの方もですね、まあまあ見ていただいてると、全体で言うとね、多分 10% から 20% ぐらいしかないんですけれども、そのぐらいの方も見ていただいてます。そのぐらいの方がもしも家を買った時にね、その要するに建て売りでね、新築だったりとかして、まあ中古でもいいんですけれども、ある程度のね、サイズ感の木になっていなければですね、もう今年もしくは来年ぐらいからお手入れするっていうのを考えていただけたらいいんじゃないかという提案のね、お話になってます。そうすることによってですね、見た目も悪くなることも少ないですし、木にとってストレスを与えることも少なくなるし、なおかつですね、自分でやることによってね、だん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 とその木にね、やっぱ愛着が湧いてきたりとか、あとね、どんどんその木のね、どうすればいいんだろう、いつやればいいんだろうとかね、いろんなこと考え始められて、やっぱりね、その勉強したりとかね、その技術だったりとかっていうのは身につくのって一朝一夕じゃやっぱりできないんですよ。そうするとですね、やっぱ長い期間かけてね、長い時間かけて少しずつ少しずつ吸収していくわけですよ。それがね、いきなりでかい木になってね、あー、でかいなー、高枝チェーンソーかなみたいなね、ことやっちゃうとですね、高枝チェーンソーめちゃくちゃ危ないんでね、高いところで太い枝を切ります。高枝チェーンソーみたいな、ボーン、ダーン。お隣さんの昨日買ったクラウンに傷をつけました。今日はもう寝ますみたいなね、そんな感じになっちゃうこともね、ありますんでね、そうならないようにですね、今のうちからね、今のうちっていうのはね、ごめんなさい、もう木がね、小さいっていう前提でね、話してるんですけれども、そのぐらいのうちからですね、切り始めるとですね、いろんなことね、いいことが待ってますよと。もちろんね、ある程度のサイズ感にならないと、その風格だったりとかね、その庭がね、なんないよっていうのもね、あるかもしれないんですけれどもね、まあただね、やっぱり小さいうちからね、お手入れしていくっていうメリットはね、かなりあるんじゃないかなというようなことがね、お話ししたかったんで、今回の動画というような感じになってます。ということでですね、本日は剪定は大きくなる前から始めた方がいいよというような感じのお話をしております。チャンネル登録前ですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。